はい、バドミントントレーナーの小島康弘です。本日は自宅で簡単スマッシュを速くするためのストレッチ3選お伝えしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただくと、スマッシュを速くするためにご自宅で誰でも簡単にできるストレッチを知ることができ、スマッシュを速くすることにつながりますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。また私のチャンネルではフィジカル面からバドミントンパフォーマンスをアップするための科学的バドミントンの情報を発信していますので、見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はスマッシュを速くするためのストレッチということなんですが、スマッシュを速くする上で皆さんどういうところが大事だと思いますか？今回はスマッシュを速くするために大事な肩甲骨、こちらのストレッチをお伝えしていきたいと思います。そもそも肩甲骨がなんでスマッシュを速くすることにつながるのかというところのね、説明をしていきたいと思うんですけれども、スマッシュを速くするためにはラケットを速く振ったりとか、ラケットの移動距離を大きくする、スイングをした時にラケットをしっかりとしならせてスマッシュを打つ、こういったところがとても重要になってきます。でこのようにスイングスピードを速くしたりとか、ラケットの移動距離を大きくしたり、ラケットをしならせる、こういうところに肩甲骨の動きっていうのがとても関わってきます。なので肩甲骨を柔らかくすることでスマッシュ力のアップっていうところにつながって、スマッシュが速くなっていく、こういったメカニズムになっていますので、肩甲骨をしっかりとほぐして動きを引き出していきましょう。ということでストレッチやっていきたいと思います。で今日はスマッシュを速くするための肩甲骨ストレッチ3つねやっていきます。やる前に今の肩、肩甲骨の動きがどんなものかっていうのを確認していただきたいと思います。肩のこの動きやすさ、この振りやすさですね、肩の動かしやすさと肩の上がり、こういったところをまず確認してみてください。まず最初にやっていくのが前鋸筋という、肋骨から肩甲骨の内側についてくる肩甲骨の筋肉になります。ここをストレッチをすることで肩甲骨の動きのアップをまず一つねやっていきたいと。どうやっていくかっていうと、この肋骨ですね、肋骨の部分に手を置きます。手を押してこのまま回します。前に10回、強く押しすぎなくてもいいので軽く押していって筋肉をね押していって回します。今度後ろ回し、大きく回していきましょう。じゃあ10回ね動かしました。じゃあ続いては肩甲骨の内側の筋肉です。極下筋とか小円筋なんて言ったりするんですけれども、そこから肘の裏側ですね、ここまでつながってる筋肉をほぐしていきたいと思います。正座でいきます。このまま両手をこのようにくっつけます。くっつけて鼻の高さまで上げていきます。肘が鼻の高さに上がるように上げる。でこの時にポイントなのが、肘と肘がこのように離れないように、肘と肘、この手と手はしっかりとくっついたまま上に上げていく。また背中がこう反らないように注意しながらやっていきましょう。10回ねやっていければいいかなと思います。この肩甲骨の外側のこの辺りがね、あったかく効いてる感じがしたらちゃんとできている証拠なのでバッチリです。続いて3つ目ですね、まあ、同じところなんですが、より深くインナーマッスルに刺激を入れるために、先ほどの手をくっつけた状態で肘を鼻の高さぐらいまで上げます。この状態で肘はくっつけたまま手だけ開く、こういう感じですね。ここから見ると背中反らないように背中はまっすぐ伸ばしたまま開く。これをね10回やっていきます。ということで3つねストレッチやっていきました。これで最初見たように肩の回しやすさ、肩の上がりですね、こちらが楽になれば肩甲骨が動いている証拠になります。このように肩甲骨をしっかり動かすことで腕が素早く振れるようになったりとか、ラケットをしならせやすくなったりしてスマッシュを速くするっていうところにつながってきますので、まずこの肩甲骨の動きですね、今日のエクササイズストレッチをねしっかりとやっていただいて、肩甲骨が動く状態をしっかり作り、スマッシュ力のパフォーマンスアップ、スピードアップにつなげていただけたらと思います。はい、ということで本日の動画以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。